Alrighty, good morning, konnichiwa. Hey you guys, thanks for checking out Chris's room. 今日はね、心のヒーリングトークっていうか、どうやったら人の目線を気にしなくてよくなっちゃうのかっていうのを紹介したいなと思っております。やっぱりね、人気の YouTuber の動画を見たりとか、こうやって自己開発、自己啓発の self-development のビデオを見ていると、後ろにね、ブルーがあるんだよ。ブルー、ハッパッ、ハッパッ、ハッパッ。見えるかな？ちょっと。チビブルー見えるかわいい OK でね、やっぱりさこういうの見てるとその自信のつけ方っていうかなんていうのかな人の目線を気にしちゃダメだよっていう、ね、先生たちとかリーダーたちがいっぱいいると思うんだよね。でもそれって具体的にどうやってやるのっていうので今日はめちゃくちゃ簡単なステップを紹介したいなと思っております。でね、ちなみにね僕は、日本生まれの外国人ね、実はね今はカナダ人をやってるんだけど、昔はね元アメリカ人でもあったんだけど、今カナダ人だった、今はカナダ人で日本で生まれたわけよ。で僕が小学校に行った時からなんか僕子供の時すごい金髪だったんだよね。でめちゃくちゃなんか外人外人って言われて、すっごいなんか僕のお母さんが僕が子供の時になんか7歳か8歳の時になんかキッチンで泣いててうーんって泣いてて醤油いっぱいかけてるわけよ。でキッチンにさいっぱい醤油がかかってて自分の髪にかけて、なんで泣いてんのって言ったら、いや僕も金髪じゃなくて黒い髪だった嬉しいってみんなと一緒になりたいっていう感じで、なんかそういう感じで差別されてたんだよね。まあしょうがないよね、一人ね外国のね金髪の子供がね歩き回ってるとね、でみんな日本人だったらそういうね言うよな、ねしょうがないんだよ。でそれなんか僕の場合はね、好かれるためにいろんな行動を取ってきたのね。好かれるためになんか僕もっと見て見てとか、なんかそうやって変な踊りやったりとか、なんか変な洋服着たりとか、なんか僕子供の時ね、なんか黄色とピンク色の超ニオ黄色ニオピンクみたいなね靴下を履いたりね、そういうのもやってたんだけど、なんかねそうやって人から好かれたいっていう欲望があったのね。でプラス僕が行った学校っていうか僕が行った塾が結構厳しい塾だったのね。だから目立っちゃダメだぞってね、人の前で目立つような行動をしてはいけません、ね、ユニークになってはいけません、迷惑をかけてはいけません、言われたことをやって、ね、なんでこれやるのって聞いちゃダメ、ね、とりあえず言われたことをやって学校で頑張っていい成績取っていい大人になってくださいみたいな感じのなんかの育ちがあったんだよね。だからそのすっごいなんかユニークになるっていうのも個人的にはめちゃくちゃ難しかったしね、もっとユニークになりたかったんだけどユニークになっちゃダメだよみたいな、そのレジマドラマレジマなんかあるやろ言葉がね分かったらコメントで教えてくださいね。でポイントはね、I struggled, man. 本当に僕はなんかね、特に20代になったらめちゃくちゃカッコつけてね、髪型ね超やってめっかっこいいね、ホストみたいなサングラスつけたりとか、ね、かっこいい洋服着てね、なんかすごいなんか美しい女性と付き合いたいとかね、なんか高額の時計をつけるとか、なんかそうやって見て見て僕成功したんだよ、こうやったらもういじめられないでしょみたいな感じで、すっごいなんか僕が自分をもっとすごく見せるような行動とか発言をいっぱいやってたんですよね。じゃあこのメインのトークに戻っていきたいんだけど、人の目線を気にしないためにどうすればいいのかっていうことなんだよね。でちょっとごめん、クリス具体的な説明を教えてよと思うかもしれないけど、ちょっとなぜこれが大切なのかっていうのを説明したいと思います。 Alright. まず第一は、あなたっていう存在はめちゃくちゃ大切な存在なんだよね。ね、実際にあなたの家族があなたのことをめっちゃ大切にしてたり、実際に自分のね、例えば両親とか子供がいる方だったら子供とか、ね、子供の子供の子供とかね、でリアルに本当にその感情的に大切だけじゃなくて、あなたっていう存在がいろんなことをこの世で生きている地球の上でいろんな行動をとっていろんな幸せをリアルに広げているんだよね。だからどういうふうにイメージしてもらいたいかっていうと、リアルにあなたはもう幸せの輪って考えてもらいたいのね。なんかベルみたいな、ピーターパンに出てくるベルみたいな感じで、なんかチリチリチリンってやったらなんか幸せがふわばばばば、ティンカーベルのね粉がね出すとかね、広がっていくみたいな感じで、あなたっていうのが踊っていく、この動いていくこの世でね、で行動をとっていて、いろんな怖いものにぶつかって、その怖いものが幸せになったりとか、あなたが幸せで広がっていくことによって、他の人もその幸せをキャッチできるみたいな、湖に石を投げたらウィンウィンウィンって広がっていくっていうことなんだよね。でこれがリアルにあなたなんですよ、あなたの存在なんですよ。 OK。 で
このあなたがもっと自由に輝いていくために、人の目線を気にしているとどうなるかっていうと、ちゃちゃーん、おりんがあるんですよ。ねえ、おりんがあるぜ。で、これね、おりんって綺麗なのよ。ありのままのおりんってね、すっごいいい音するんだよね。でもね、人の目線を気にしてる時のおりんっていうのは、ね、手のひらにこうやって乗ってるんじゃなくて、怖いからギュッて絞ってるわけよ。だから落とせんやろ、これ落とせんのよ、落とせんのよ。で、ここがトリックポイントなのね。音っていうのはね、イメージとして自分が分かるようなイメージなんだけど、トリックポイントは、ね、行動もある意味音なのね。あなたっていう存在が行動をとっていくときに、ね、あなたが恐怖、人の目線どうなるのかな、怖いよなって、ね、怒られるかも、バカにされるかも、ね、自分がダメだってバレちゃうかも、これ一番の恐怖だからね。ナンバーワンの罪悪感は自分がダメで救えられない存在であること。で、それは大間違いだからね、ぶっ飛ぶぞそれ。ファッファッ、そんなことないからね。That's crazy nonsense。 それノンセンスだよ。誰もそんなの信じちゃダメだからね。そんな答え考えが来たらパーって捨てちゃおう。ブーゲロだ、うわー、恐怖だ。 OK。 で、このね、このおりんっていうのはすごい、あなたが行動していくところによって、あなたが幸せだったらって言っていい音が広がっていくんだけど、あなたが恐怖の状態でってやると何が起こるかっていうと、2つのことが起こるんですよ。1つは自分が感じている恐怖が、ね、まだリフトされてないから、まだこの世に残っているから、ね、自分が感じている恐怖が広がっていくのね。このネガティブな、もっと広い音だったらいいんだけどね、これガンガンっていう音だったら嬉しいんだけど、この恐怖の音がもっと別の人に当たっていったり、別のものに当たっていったり、まだこの世にリアルに残るのね。わかる？エネルギー、ニュートンのエネルギーとか、この同じエネルギーをなくすためには同じエネルギーが必要だとか、なんかなんちゃらかんちゃらあるやろ、いろいろね。エネルギー、あなたが恐怖を感じているときにアクションを取ってしまうと、ね、その恐怖の元がまだ残るわけよ、この世の世に ね、 ね、これトリックポイントだからね、このリンの、ね、どういうことなんやクリス。例えば自分が上司から怒られるとか、ね、すごいなんか仕事でダメな状態 で、 でイライラしてて本当にわーってなってて、自分が家に帰って子供が父ちゃん父ちゃん待て待て待てって言って、でもういい加減に、ね、もう我慢できなくて、こらーうるせえ父ちゃんどのぐらい忙しく働いてんだとかね、自分の奥さんとかに、おめえな女房として料理、こんな料理なんてコンビニの方がうめえぜとか怒っちゃうわけよね。ね、その恐怖が溜まってるから、わかるやろ、ね、でそうするとその波動、その恐怖は、じゃその子供に言った恐怖は、その子供が友達にぶつけるかもしれない、弟にぶつけるかもしれない、わかる、その女房さんに、ね、お嫁さんに怒った怒鳴りは、その女房さんの、ね、両親に動くかもしれないわけよ、わかる、そのエネルギーなくならないわけよ、ね、この恐怖のベースとして行動をとっていると、わかる、溜まって溜まってバーンってダムみたいに爆発、ダムが壊れるみたいに爆発するケースもあるし、さーって怒りで流れるケースもあるのね。でもう一つのパターンは、ね、外に流れるっていう感じじゃなくて中に流れちゃうのね。どういうことかっていうと、幸せでニコニコしてワクワクしてちょっと怖いけどやってみようみたいなことで好きなことを生きてたりとか、ね、人を愛するっていうのを仕事にする、ね、これちょっと深いんだよね。仕事っていうのは、ごめん、ちょっとメインの話に戻ります。人を、そのままの人を愛する、完璧じゃない人をもう本当に許してあげて、その人の魂がもっと輝いていけるように応援してあげるようなことを、ね、普通になんか朝から夜まで仕事で頑張るみたいじゃなくて、人を認めてあげる、人を許してあげるっていうのを自分のワーク、ライフワーク、本当に仕事、死ぬこと、これをやって死んでいく、いいね、これやって死んでこうで、人を、そのままの人を
許してもう守護霊みたいに愛してあげる、これはいい仕事やな。そっちにそれをリアルに本当に自分の仕事みたいにテイクオンするとかね、そうやっている人はなんかニコニコしてて姿勢も自然にいいわけよ、ね、でポジティブな発言とかなんかネガティブが来てもそれネガティブじゃないよって知ってるからね、リフトされるわけよね。ネガティブな発言とかネガティブなことが起こってもこれから学ぼうっていう感じで人生を信頼できる。だから恐ろしいことがあっても人生を信頼している人だしっていう人は姿勢がいいわけよ、ね、でもこの恐怖の波動、怖いな、自分がダメだ、人の目線がどうなるとか上司から怒られるとか何でもいいよ、ね、そういうのが怒りで出ちゃう時もあるし、そのエネルギーがねリフトできないから、ね、そうするとそのエネルギーを自分で受けてちょっと自分がダメなんだってなって、ちょっと僕の姿勢見て、あ、こっちの方がいいかな、ちょこ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 姿勢が丸くなるのよ。最初こういう感じでね、イエーイ子供の時とか楽しいじゃんわーって、でもあんたそれやっちゃダメだよ、宿題ちゃんとやらないといけないんだよとか、何々君に負けちゃダメだよ、運動会から頑張らないとダメだよ、分かんないけどわーってなって、塾に入らないといけない、大学に入らないといけない、大学に入っていい大学に入れなかった、俺ダメだった、あーじゃあいい仕事できないんだ、こうやって永遠に生きていかないとダメなんだみたいな感じで、あーってなって姿勢が丸くなって、リアルに姿勢も丸くなって体調も悪くなって、目線どこ行ってんのって言ったら下見てるとか、ね、でこういうことをやっているとワクワクがないからドーパミンが流れないよね、ワクワクを感じない、ね、でストレス状態が怖くなっちゃう、ね、ストレスっていうのは本当は楽しんでいいことなんだよ、子供たちが走り回ってパパと遊んでる時とか子供が子供と遊んでる時とかストレス状態なんだよ、ドキドキしててうわー楽しいって、ね、仕事そういうのもやっていいし、ね、マウンテンバイクとかもストレスって楽しいのよ、うわーって、でもそのストレス自体が怖くなっちゃうんだよね、で逃げたくなっちゃう、ね、ストレスと向き合うことができないってなると、ね、ドーパミンが流れないとか、ね、そのやりたいこととかやってみようっていうチャレンジ感がなくなって、いつも安全安全っていうことになって、今度家に出るのが怖くなる、人と話すのが怖くなる、こういうのが大きくなっているとセロトニンが流れないよね、セロトニンが流れない、ね、だからどうなるのって言ったら、ね、勇気持ってお医者さんに話したり、そしたらお医者さんが SSRI っていうお薬、ね、セロトニンが流れるようなお薬をもらったりで、ちょっとセロトニンが流れてきてちょっと自分が健康なところに戻っていくって、ね、だからあの深いのよ、これは深いのよ、体もつながってるのよ、ねね、だからあなたがあなたのありのままで輝いているとき、あなたがあなたの魂がの歌を歌っている状態、これトリックだからね、これトリックよ、こういう感じでね、あなたが行動をとっている状態ね、あなたがあなたとして行動をとっている状態、輝いている状態うわお失礼ね、そういう状態になると体もそのために設計されてるわけよね、だからこの偶然っていうのが偶然じゃないんだっていう感じで人生を信頼できるようになる、ね、ネガティブなことがあってもそのネガティブを、ね、リフトできるようにする、リフト、ね、どういうことかっていうとピアノを想像見せて、永遠に左側永遠に低くなって右側永遠に高くなる、ピアノっていうのを想像するじゃん、ね、でオクテブごとにあるじゃん、アクティブっていうのがあるでしょ、ドレミファソラシド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 って永遠にいくわけよ、ね、だから同じ全部同じピアノなんだよ、誰に何が起こってることも全部ワンなのよ、一つなのよ、で一つのエクスプレッションとしていろんな視点があるわけやな、なで自分の視点をこうやってリフトすることができるわけよ、でどうやったらこのあなたが自然な状態でもっとこのあなたのトーン、ね、あなたの歌、あなたの行動、あなたがもっと輝いていけるようにありのままの本当のあなたとして、いやーもう地球この星幸せにしますぜって、楽しんでいきますぜ、もっと良くなりますぜって、もっと恐怖がなこの星にはないように、怖いのがないように、戦争がないように、ね、困ってる人がないように、地球を環境を大切に、動物が大切にみたいな、どうやってやるんやっていうと、これがミソよ、このトーンがあるわけよな、ね、このトーン、あなた自身が人の目線とか恐怖を気にしてると、このトーンの音がドンドンって、英語でドルっていうのね、 DULL って書いてドルって、誰になっちゃうわけよ、ね、で大切なポイントはあなたがこれを許して、あなたが恐怖をリフトして、
ね、これがリフトのやり方っていうのを紹介するんだけど、ちょっと待ってね。あなたが恐怖をリフトして、ありのままとして音、あなたの歌を、あなたと、あなたがこの檻になるんだよ。あなたがあなたのままでわーってなっていっていくと、他の人もこの檻を見ると、他の人もこうやって一緒になんか、あ、私もこうやろうってなっていくわけよね。ね、もう大丈夫なんだ。怖がらなくていいんだって。で、これが地球全体で 51% になるともう止まらないのよ。わかる？今これは人間の一人で言ってるんだけど、人類の地球の人類レベルっていうのもあるのね。わかる？あなた一人がリーンってやってていてもね、地球全体の人たちが戦争や世界中戦争するぞ、あいつが敵なんだ、あいつがダメなんだ、もっと怖いやーみたいな、それやってる限りは一人、あなたは幸せかもしれないんだけど、やっぱり人類がまだリフトしてないのね。人類がそのピアノの低いところで歌を作ってるわけよ。低い、怖い歌を弾いてるわけよね。だからこのみんながこれを一緒にやっていくことによって、ふわって地球の人類自身がそのピアノのオクトブが高くなっていくっていうことなのね。で、ここのグッドニュースが、皆さん、もう 51% が終わったんですよ。終わっちゃったのよ。だから今ね、58とか60とか言ってるわけよ。これからもうこの人類が、世界が良くなっていくっていうのを止めることができないんですよ。で、止めようとすると何が起こるかっていうとね、これ今止めようとしてる人もいっぱいいるわけよ。昔のやり方に戻りたい、ね、怖いやり方に戻りたい、ね、もっと努力して辛いことやって、あいつが敵なんだ、敵が悪いんだ、ね、他の人、他の魂の兄弟を、ね、悪魔にしてあいつらのせいにしようとか、ね、政治とかもよくあるよね。ね、そうやってる人まだいるわけよ。で、それをやると、もっとやると、自分のトーンが、マスのトーンと合わないから、すっごい辛い人生になるのね。ね。で、その古い、今、嵐が来て、リフトされているから、なんか嵐が来ていて、古いやり方にまだしがみついてる、古い家にしがみついてて、嵐がもっといい家に、ね、いいところにあなたを連れてってあげようとしてるんだけど、古い家の方がいいって言ってしがみついてて、すごい大変な人生なんだよね。で、それはそれでいいのよ。で、そういう人たちもその自由の意思っていうのがあるから、僕たちが何ができるかっていうと見守ってあげるんだよね。で、応援してあげて、その人たちはその人の魂の学びをやっているから、それはそれで美しいことだから、僕たちは別にそれダメだよって言わなくていいわけよね。だから自分の子供とかだったらね、ちょっと考えさせてあげてもいいんだけどね。逆にそこであいつダメだって言ったら、あなたの波動も落ちちゃうわけよね。あなたのトーンも降りていって、この戦いのそうやって人生生きることもできるんだよね。戦争の時代とか戦いの時代とかね、あいつがダメなんだ、俺が上司だ、俺が偉いんだ、わーもう会社が倒産したら俺が死ぬとか言って、会社が倒産してもあなたは知らないんだよ。わかる？ビジネス失敗しても OK なんだよ。愛されてるんだよ。だから今その経験を学んでるんだよ。で、その経験を学んだら会社倒産しないんだよ。わかる？ OK。すっげえ深い話になってるな。じゃあ、クリス、どうやってこのね、恐怖をリフトしていくのか。OK。で、それはいくつかの方法があるんだけど、一つすっごい簡単な方法はね、許すことなの。許すことなのよ。で、どういうことかっていうと、例えば僕がさっきね、子供の時にいじめられたんだっていうのがあったじゃんね。本当に僕マジ本当に去年とかも YouTube 開くのが怖すぎて、自分の、ね、こんなにチャンネル登録者がねいてくれるんだけど、なんか YouTube を自分のプロファイルで入って見るのが怖いのね。チャンネル登録者が減ってるかもしれない、ネガティブなコメントが来てるかもしれないね、なんかボタン1個ネガティブがあったらね、100人が OK って言ってるんだけど、1人だけネガティブってなったら、ああ痛いって言って、そのいじめられる、私には価値がないんだ、全部悪いことが起こるんだ、幸せになってはいけないんだ、こういう仕事やってはいけないんだ、ね、ちゃんとサラリーマンになってやりたくないことで生きていって、人生つらいんだ、昭和の生き方で、で苦労して我慢してね、それで亡くなっていくっていうのが本当の正解なんだってね、そのつらい、僕グレー企業みたいなところでやってたことがあるんだけど、本当に辛かったんだよね。で、それに戻らないといけないんだっていう恐怖があって、うわーってコメント1個ネガティブになると。でも今はそう思わないのよ。なぜかっちゅうと、許すことができるようになったから。で、は、許しい、なんやねこれ、クリス、あんたキリスト教会やろ、キリスト教会やろ、あんたキリストやろ、
おいおいおい、私はキリスト教ではありませんよ。私は仏教で、そこにチベット教のなんかがあるけど、チベット教、あんたやっぱチベット教会やろ。いや、僕はね、宗教じゃないんだよ。申し訳ないけど、ごめんね。たまにお誘い来るんだけどね、クリス、みたいな感じでね。僕はね、宗教ではありません。私はクリスチャルです。スピリチュアルなんですよ。僕はね、その許すっていうのはどういうことかっていうと、ね、例えば僕が子供の時に、ね、いじめられたわけなのよ。わかる？でもある意味僕が変なことをやってたからいじめられたっていうのもあるんやけど、ね、このなんかビクティム、被害者マインドは、ああ僕が外国人だからいじめられたんだみたいな感じなんやな。でリアルな話は僕は変なことをやってたっていうのもあるんだけど、それを置いといてリアルに僕はいじめられたわけよね。ね、この人を変なやってることがね、例えばあの人変なことやってる、だからいじめていいのかって言ったらいじめちゃダメなの。わかる？ね、いじめたらあなたもいじめられるわけよ。人をいじめないとあなたはいじめられないの。なぜかっていうと、リアルにいじめられてるっていう環境に自分がいてもね、それを感じないわけよ。なぜかっていうと、あなたはそういうことを、それが嘘だって、それができないって、人をいじめることは本当はできないんだって。人間っていう魂っていうのは大切すぎるから、魂様っていうのは神様の一部だから、神様をいじめるなんてできないわけよ。通らないわけよ、ね、みんなその一部なんだから、それはできないんだって。でも自由の意思でいじめられているっていうのを選んだら、自分で決めたら、それは感じられる。そのフリーダムがあるんだよね、と思わない？ OK。で具体的にね、僕は例えば子供の時にあるね、名前言わないと、じゃあ A 君、全員 A 君にしようね。 A 君から、こうやってからかわれた経験があるわけよね。で僕はその一番最初にね、感じた、人生の中で一番感じたその経験、ね、例えば今なんかね、人の目線を気にするとゾクってなるんだったら、ぜひそのゾクってなるのをまず紙に文字で書いてみて、どういう経験になるのか、どういう言葉に表現になるのかってね、その俗っていう感じを。で今度それをどこで感じるのか、エネルギー的に、で全部エネルギーだから ね、リアルに、ね、例えばその俗って感じるのは首周りで、なんか言いたいことがあるんだけど言えないっていう人は首周りに首を絞められてるっていう感じになるかもしれないのね。でそしたらその首のフロントの部分なのか、後ろの部分なのか、上下、ね、またはお腹かもしれない、悪いことが起こるっていうお腹かもしれない、ね、重い、軽い、何色、スカスカしてる、ピンピンキンキンしてる、痛い、マジ、ね、燃えてるような感じ、後ろとか、そういう感じで、ね、このフィーリングに慣れてもらいたいのね。これはちょっと時間かかるんだよ。でそうすると人生の中で一番最初にそのフィーリングを感じた思い出っていうのが出てくるのね。これ今すぐできないかもしれないんだけど、時間かかるのね。でそうすると自分でそのフィーリングがリアルだって決めたっていうのが理解できるようになってくるの、ね、自分がこれを決めたことなんだ、ね、例えば僕はその A 君からいじめられる時に、僕はいじめられるんだ、僕はダメなんだって自分でキャーって決めた、リアルにしたわけよね。宣言したっていうか、ね、英語でクレームっていうのね、 CLAIM、ね、お客さんにクレームが出ましたみたいな、そのようなネガティブ、ポジティブにも使えるわけよ。クレームっていう英語の本当の言葉はね、クレーム、ね、こうなるって決めたわけよ。ね、お客さんがこれおかしいですって決めたらクレームになったじゃん、ね、なかったんだけどいきなりウォークレームが来た、これは本当のことなんだってなるじゃん、ね、同じような感じで自分にこういじめられる存在なんだって自分で決めちゃったわけよ、クレーム。でこれを40歳になってもだらだらついてんだよね、そういうのが。でその時、ね、その思い出が出てきたら、今度そのあなたをいじめた子を許せるかっていうことなのよ。で僕は A 君になったのね、一瞬この瞑想上みたいな感じで。僕が A 君で、 A 君を許せることできた理由は、 A 君も人生大変だったわけよ。 A 君もね、塾とかに行ってプレッシャーがかかってたし、 A 君もひょっとしたらお父さんから愛をもらってなかったから、お母さんから怒られたその日とか、別に宿題が
A 君も宿題が苦手で宿題ができなくて、そのネガティブな、最初に言ったネガティブな檻に来るエネルギーが溜まって、それをリフトできなかったから、そのエネルギーが僕に出てきたとか。分かる？ A 君の人生、 A 君も昭和生まれだから大変なんだよ人生で。 A 君のお父さんもおそらく大変だし、 A 君のお母さんも大変だったんだよね。で、 A 君のお母さんのお母さんとか昭和の戦争の人たちだから、めっちゃ大変な時代で生きてるわけよ。で、 A 君のお母さんのお母さんがマジ生きてて、 A 君のお母さんに子供を産んだっていうのは奇跡なような話なわけよ。戦争でよく、お父さんとかおじいちゃんとかも戦争でよく亡くならなかったねって。で、このような大切な魂たちがまだこの世で生きていて、生まれてきて子供を産んでみたいな、でその視点から見ると、 A 君大変だったやな、大丈夫だよって言って、なんか A 君なれなれみたいな感じで、で全然それリアルじゃないんだって。それを心の深いところで理解できるようになるのね。すると自然に人の目線を気にするとか、ね、このゾクってなることが自分で心の中で解決したからリフトするわけよ、ね、だからいわゆる人生の中で怖かった火事、ね、例えばここにここら辺に火事があって、やっべーってなったらみんな逃げるわけよ、ね、例えば仕事の火事っていうのがあったら、この仕事大嫌いなんで逃げますって言って、もう辛いんですこのグレー企業、どうなるのっていうと、火事自体がまだ治ってないから次の職場で同じ火事に出会うのね。で、次の職場で同じ、これは実際に僕にあったことなのよ、ね、で、人の目線っていうのも同じことなの、ね、この人の目線の火事っていうのを、ね、向き合って、今一緒にちょっとやったような感じで向き合って、ね、その恐怖の中に入って、いつそれが来たのかって自分でクレームしたことだからね。で、このおりんの話のイメージができると入りやすいよね。これが怖いんだって、ここのこれ親指の部分なんだって、 OK、 じゃあちょっと入ろうって、この家事を直さないと他の人から好かれたい、もっとカッコつけたい、ね、そういうなんかホストみたいな、ホステスみたいな、モデルみたいになりたいとか、女優になりたいとか、ね、男優、女優の反対ってなんだっけ、アクターになりたいとか、有名になりたいとか、ね、その心のガソリンみたいなのが満タンにならないのよ。で、女優になっても満タンにならないのよ。男優でアクターになっても、ね、高級品持ってもならないわけよ。この心のずっとスカスカしてるのね。で、どうやってこのスカスカをなくすのかっていうと、その家事と向き合って、その家事自体がそのピアノの一つのオクトーブの音なんだよね。だから全部つながってるんだっていう、役に立つことはできるんだって。でも自分が役に立つと思ってて、もう役に立たないって自分で理解したから、ありがとうって手放せることもできるんだよね。それはちょっと今ちょっと違うやり方なんだけど、まあその実際に家事と向き合っていて、そのあなたをなんかいじめた人とかを許すことね、これお金の恐怖とか、人の前で話すとか、人の目線とか、いろんなことで使えるテクノロジーなんだよね。Okay、 だから今日はチョイスをちょっとあなたに考えてもらいたいのね。チョイスっていうのは選べるのよ。あなたはね、こういうお話ね、多分ここまで見ているっていうことは、あ、ここまで見ていたらぜひサムズアップしてください。そうすると嬉しいよ。ライクボタンを押して、でぜひチャンネル登録してくれると僕すごい嬉しいんだよね。で、チョイス、このようなお話でなんかよく分かんなかったのは、なんか響いたことがあると思うんだよ ね。特に今その地球人全体の、でも戦争やめようよとか、環境壊すのやめようよ、辛い働き方とか、もっと幸せになって、ね、この国あの国みんなあの人悪いんだとか、そういう話やめて、みんなでリフトしようよって言って、人類が本当にリフトされているっていう、美しい人類がこんなに進化している時代ってマジないのよ。インターネットがあって、情報がこんなに取ってって、 Google 先生が勝手に通訳してくれたりとか、ね、でこんな自由に働ける働き方を選んだり、お家で働いたり、やりたいことで本当に今生きていける時代だし、ね、まあそれはちょっと、まあ、だからポイントはこうやってこういう話を選ぶ、ね、こういう話を選んで実際にワークやってたら、あなたの今年の年末にどういう人生になってると思う？来年の年末、来年が終わるときに自分の人生がどのぐらい変わってると思う？これマジ本当にやってたら、
マインドだけじゃなくて、持ってるものとか住んでる場所とか一緒にいる人とか。でもう一つ選んで考えるのは、これをやらなかったら、こういう話を無視にして、ね、昔のやり方、怖いやり方、もっと我慢して、辛いんだ、努力しないとダメなんだ、何かが壊れる、僕自身がダメなんだ、もっと仕事をやって認められるとか、ね、奥さんだったらもっともっと家庭の仕事を頑張って、もっと子育て頑張って、でも自分の心の中にはそのすかす穴があるっていうかね、でどんなに子供がうまくいってもやっぱりその心が満たされないっていうか ね。だからぜひどういう生き方で選びたいのかって、でもしこの新しい生き方を選びたいんだったら、今日自然の中に行って一人 で別に行ってもいいし言わなくてもいいし、ね、別にやりたかったら手を自分の心に行って I want to learn a new way、I want to do it the new way、 新しいやり方で行きたい、宇宙さん教えてくれないかな。そしたらね、待ってましたみたいな感じでね、偶然先生がピカピカピカ、うお、こんなにキラキラして偶然になってる、わおみたいなね、一人じゃないのよ、あなたを応援したいフォースがね、いやお待ってましたみたいな感じでシュワーンって、今本当にね、あのすっごい時代だからね、いろんないいことがいっぱい起こってくるよ。本当に信じられないようにいいことが起こってくるぜ。Alright, you guys. Thank you so much. Thank you so much for watching this video. 本当にありがとうございました。ね、こういう話、あのね、大好きだったらぜひ、LIKE ボタンを押して、チャンネル登録して、なんかコメントで、Yo! クリス!おもろい話ありがとうみたいな感じで言ってくれたら嬉しいぜ。ありがとう。で、あと、あ、僕メンバーシップ月190円だと思うんだよね。メンバーシップやってるんで、あの、前はね、毎週ライブやってたんだけど、今は毎週ライブやってないんだけど、ちょっとそれも考えるんで、もしメンバーになってくれたら、前のライブとかも見えるんで、あの、絵文字とかがついて、ドラゴンボールもついて面白いよ。Alright, you guys. I'll talk to you guys soon. ありがとうね。じゃあね。バイバイ。